こんにちは、柴崎です。お元気ですかさあ、始まりましたよ。今日はね、柴崎がね、10分以内にね、水彩画が本当に描けるのか、というね、チャレンジ企画で、あなたにお届けします。<laughs> 見て見て <laughs> えと、画面左上のタイマーね、動いてますね。これがね、正確な時間今測ってますからね。さあ これを相手に真剣勝負で今始めてます、えー、と言いながらもうどんどん塗らないといけないねほら黄色塗りましたよはい次、えー、にこうちょっとバーミリオン系との赤を今塗ってますはいね、えー、もう水彩はね柴崎はいつもね早起きしなきゃダメだよ ね。早く書くといいんですよ。とね。言ってますけど、それはやっぱりこうやってね。水彩絵の具の効果が一番生き生きとするからなんだよね。はいはい、ちょっとこっちに傾けてようかな。だからまあ、柴崎はいつもね。自分で言ってるからそれをね。本当にね。早書きがどのか有効で、えー、できるのかね。実践するためにね。今日10分で書いちゃいますからね。 はい、いやいやはいもうちょっと暗めな絵の具塗りましたこの絵の具を作る色を作るのにちょっと時間取られちゃうなはいねえでだから水彩画が早く描けるためにまた水彩画の効果がよく出るためにねたっぷりの絵の具ですねうんそしてこうやってね思い切った割り切った筆使いねえ あとねほらこうやってこっちにしようかなこの重力を生かしてね絵の具を動かす広げるそういうテクニックですねこれがねとってもね水彩画がね早く伸び伸びと生き生き描くためにね大切な部分なんだよねはい今色作ってるはいはいね暗い色も一気に塗りましょうよしとこうだな うん、あ二2分2分半だねはいはいさっささっていくぞシュッ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 とねこちらの方からどうかなさあちょっとこっち流してこう多めのところはちょっと取ったりねちょっとコントロールしようねはい逆算したよあらくんだこっちに流れてくるはいこうだね どうかなよいしょっとシュっシュッとはいよいしょもうねかの絵びちゃびちゃな状態で絵の具は塗ってるでしょうんこれが水彩なんだよねはいじゃっここだよでもうちょっとそっと取ってよいしょ絵の具作るちょっと待ってねこのもっと暗めの絵の具作るよさあ塗ってきましたよ うん、これにするかなあとはこのもう大胆な筆使いですねはい、まあ、多少の迷いがあっても、まあ、絵の具は待ってませんからねだからあなたの決断力が要求されますと言いながら柴崎も今決断している最中ですけどねこれにしようかなはいすすっすとよいしょどうだ どのくらい広がっていくかっていうのは、ね、下地にどのくらいの水と絵の具を塗ってあるかその上に重ねた絵の具の濃度はどうかということだよね。さ今バーミリオで赤を作ってます。急いで急いで。はい、ここだ。ね。 だから上に重ねていく絵の具の濃度によってね、広がり方が違うからね。いって、これでいいかな。もういいな、このぐらいだ。よし。4分30秒。うん。まだ光るな。よしよし。ここら辺だわ。こうやって、スイッと。どうだ。かといってね、気持ち合わせってもね、やっぱり水彩の具ってのはこう、デリケートな画材ですからね。 こう,こう非常に柔らかなね優しい筆使いですね大胆中にも優しい筆圧これが大事ですねどうだい優しく触っていくぞはいうん5分過ぎだぞ <laughs> 5分だいけるかな優勝このくらいかなはいじゃあここで ちょっとひっくり返すよ。よいしょっと、びちゃびちゃだ。はい。よし。もうちょっといじりたいな。まだ時間あるな。うーんと、待てよ。どこにするここらへんだな。ちょっとこうやって。はい。色もちょっと変えよう。もっと、ブルーブルー。はい、この辺こうでいいか。こうかな。よし。これを下の方に塗るかな。 下の方に塗るよ。ちょっとあ、いい。うん、いいかな。こうだね。スッスッススと。ここら辺か。うん？お、六、<laughs> 6分だ、六分だ。<laughs> ちょっと髪がボコボコになってきたぞ。ね、この水彩が上手に書くためにはね、たっぷりの具なんだけど、ちょっと乾かすね。 はい乾かす乾かすドライヤードライヤーはいドライヤーいいでしょっとたっぷりのが必要なんだけどかといってね無再現にこう塗るとね髪がねボロボロになっちゃうんだよねだからそこら辺の見極めとテクニックも練習が必要だねうんおなかなか乾かないよ、うんお七7分になってしまうじゃないか <laughs> ドライヤーさんもうちょっと頑張って 頑張ってもう上の方が乾いてないよはいはいここがラッコだよいしょ大丈夫かなもう少しいいかなそろそろこれが一番大事な夫かなはいはいもう待、ん、せるな <laughs> 7分はいはいあと3分乾いたかなどうだあもうちょいはいいいよはい乾きました 次いきます、はい、はもうちょっとね明るめの色を用意して塗ります絵の具作ってますはい焦って焦ってはいこ,こですシューッとシューッと塗るよこうだこっちこっちから行くかなはいこっちから行くよ絵の具作ってる絵の具作ってるよいしょっとこのくらいかこっちが行くこっちこっちこっちはい うん、いいかなこスピーディーに優しくね。スッスッスッと。はい、8分<笑>,ね笑いながら絵の具取ろう。<laughs> 久々に芝崎も焦ってます。ねはい、できたぞ。はい今度はこっちだぞ。絵の具作ってる。作ってる作ってる。はい、8分30分になる。 今度はね、硬い平筆で持ち帰って、ここだ。よいしょっと。こういうときそ冷静に、ちょっと形を一発で決めようね。このくらいかな。こうでいいか。うん、こうでいいかな。よいしょっと。はい。はいはい。ね。うん。 よしおっ分になっちゃうよ <laughs> 9分になってしまいますほらはい絵の具作ってる作ってる絵の具もうちょっと作っておけよかったなはいちょっと今度はね丸筆細筆持ちこえてちょっとドライブラシにしようかこれこうかな待てよこれでいいかうんーとなんかんってっとどうかな うん、よいしょっと。って、もうちょっと絵の具つけようかな。ここら辺こうやってお,お !9 分37秒 <laughs> もうちょっと,と頑張れ、しばさき。ねはい。こうかな。ちょっとこうソフトしようかな。うん。 えっと。お。ちょっと10分オープンはしそうかな。はい。もうちょっともうちょっと。こでスッとね。はい。これでいいか。出来上がりです。はい。これがその作品です。どうぞ。ねで、肝心の時間ですね。どうなったかな。よいしょ。お。10。 10分13秒です。ね。はあ、なんとなくできたかな。今回ね、10分っていうね、限られた時間、初挑戦でした。まあ、兵庫から柴崎はね、水彩は早く描いた方がいいんだよとかね、その方が水彩の効果楽しめるよって言ってましたよね。うん。それが本当に、 10分でできるかどうか、まあ、試してみたんですけどね。まあ13分ちょっと、あ13秒オーバーしちゃったけど、まあだいたいいいですね。乾かすのにちょっと時間取られちゃった。うん、でもとっても楽しい挑戦企画でしたよ。はい。さあどうかな。あなたも楽しんでもらえたかな。また次回ね。えー、違うテーマ、違う作品で。 あなたとたととお目にい思ってますそれはねどうかねお元気でお過ごしくださいねはい今回も最後までね長い時間見てくれて本当にありがとうまたすぐにお会いしましょうねはいどうもありがとうまたね